ちゃんとランプ見て。変わらない。やっぱり、どちらでひどいです。ひどい。なかなか奥まで行かんからね。ちょっとずつは入り口。匂いがちょっと収まった。匂いがこのままひどかったけど。ちょっと収まってる。食欲元気はちゃんと。8.70。ごめんね。今6570で今合ってない。すいません。8.70に帰りました。ちょっとね、2回同じ流れた。カメラの画角合わせてくれる、うん、ちゃんとこの子が映るようにして、もうちょっと上げて、うん、あんまり近づけなくていい、うん、よろしいですか、うん、少し台下げてもらっていいですか。下の台、はい、そう、この子、はい、いいんです、すいません、はい、いいよ、こんなもん、ごめんね、はい、ごめんね、みーなちゃんもう分かってるんだ、ね、あの坂をしてくれるとこ、ね、背中からあ、もう、もう歩かないその子の歩かないきついです。入る前にね、そのお店に行くと、お母さん、目薬も入れてるんかな。目薬ってやってましたっけ。目薬は、はい、目薬もやってくださいね。はい。やってるのはワンクリーンだよね。多分大きいやつですよね。目薬出すだって。ねえ、まちゃん。目薬は私と一緒のやつ使います。私出しないんだっけ。私と一緒のやつは何でしたっけ。仮に。持ってるけどね。見せてください。持ってる。はい、出しといてくださいね。お、右は匂わん、ほとんど。右はね、問題は左なんだ、わっちゃん。問題は左なんだ。ごめんね、こっちだね。まだね、ダラダラ出てくるんだよね。ごめんね。ごめん、やだね、これやだね。私も今、病院行ってたと。クリスマの、クリスマの、あの、フォンテだったか、フォンテ、あそこの坂をずっと降りてったとき、あの伊藤さん、これ先生、あのよいしょ、ヒアバランス、バランス、あれ大丈夫、大丈夫、ドライアイの、あ、ヒアロンさんね、ヒアロンさんに見えてた、目が見えてた、これをたまたま前の病院でこれを使ってたもんだから、私持ってますって言って、これを使ってるんですけど、わかりました、いいですよ、それいい、うん、辛いなんだね、さっしゃってください、人間って辛いよって言われてもよいしょ、お辛いだね、よし、おなちゃん大丈夫だけど、あのね、ヒアルロンさんってさ、目に何色のええ、パサパサだもんね、エマちゃんも私のでも、これやってるのに、目やにがね、前よりは一時期すごかったけど、目やにがだからまあ1回じゃダメでね、3回以上やらないよね。カメちゃん、顔がこんなにやつらみたいやれる範囲でやれる範囲でやれる、人言ってもらうと気が楽しい。手前でもそれ買ったんだけどさ、ちょっとざっくりだからもうちょっと辛さ買ってんの先生、もう困るね。いや、この手がカペカペになっちゃって、それが臭いんだよね。そうなの、くっついちゃってね、でこれ顎のこの横ちょ、ここ先生、ここもすごいんだ、バリバリでこう垂らせんもん、ここは。もう最近ちょっと怖がってやらせないんだ。カペカペのところは全部ちょっと辛かった。お願いしたいです。ありがとうございます。最近この子、右耳のある人、左耳の手の量が全然違う。そんなことあるかなと思って。耳の手の多さ？あ、こういうところの？うん、全然半分。カットしないとき、薄いんだな。このさ、カペカペがついちゃうからっていうのもあるかもしれない。あ、ほんと。丸川さん、丸川さん。この人、昨日あんまり漏らしたことないのにね、おしっこをね、ダーダーに、廊下にね、ダーダーにしちゃってね。びっくりしたの、私は。はい、
もう庭をキュッとついてる、こっちが水、うん、こういった覚えのないのになって、この子だもんで、シャーコーで逃げまくってね。分かってるんだわ、おしっこしたり、かんこと。だけど、昨日はね。この子いつもどこでしたの？トイレシーツと、夜はトイレシーツ勝手にしてるんだよね。で、昼間はいる時はね、ベランダで、おしっこ入ったらすぐ水で流すようにしてるんですけど、まあ、おしっこぐらい開放的にね、トイレシーツだけそこで決められてしにくいだろうと思って。ああ、確かにここがまだどうですかね。このここら辺が、首のとこね、これがすごい、今おっしゃってた多分ね、ここがこれ私よく絡んだ。ちょっとそこも買っていいです？いいです、いいです、買ってくださいね。やっぱ自分たちでは、ね、金ないんだよね、本当に。うわ、買ったらまたイボが見つかった。見た？またちっちゃいイボが見つかった。本当もイボイボだね。なんかよく言うんだろうね。悩みの種の子ばっかりうち。もうない、カペだけ。はい。しこりはある。車乗ったら先生のこと来ること分かってる。そうだ、車嫌いになっちゃった、うん、前はよく連れてたけどね、車嫌いになっちゃった、はい、もも歯がないで食べれんかもしれない。持ってきた、うん、食べれる、食べれるかな、どうかな、一回やってみて、うん、頑張って食べてる、あ、歯の方は自分で動かしてる。ちょっとこれちっちゃく割っといて。ここのイボね、うん、ね、昨日その前よりはね、来た時はものすごかったけど、クラクラするもんね。いい、あ、あ、先生まだまだね、私たちだけど、あ、どうも大丈夫、滑った滑った、ごめんね、後ろ滑った、滑った、びっくりしたね、滑ってしちゃったね、目薬、目薬、マリコさん、ね、目を保護する。嫌なの、これがいいな、嫌なの、永田さん、手を伸ばすると嫌なの、嫌だね、下があんまり入ってない、本当は自分の上着になってないと、あ、なるほど、うん、ごめんね、でもね、お花もかしてもらうからね。痛くないよ、すごいよ、よし、またお任せて、お父さん、中やる前にじゃあ外の草を持つやつやからさ、マリコさん、マリコさん、下みたいな、店みたいに入ってるね、イボちゃんが。綿花私買ってきてね、薬局で、正直こうちょっとやりやすいぐらいの大きさに切ってね、やるんだけど、ものすごい、まだだよ、まだだよ、すごいんですよ、すごいんだわ、綿花じゃつかない感じがしたからです、ガーズさん、ちょっとしちゃった、なんで、カタカタが取れた、いいの、あ、あ、ごめん、大丈夫、違うから、バリカンで切ったかな、ちょっとごめんなさいね、後で薬つけてみます、あ、本当、いいよ、あ、なんか、かさびたっぽいのが剥がれた、固まってますね、ここが。ここが。あ、そうそう。もうイボかもしれん。あ、イボに引っかかっちゃったかな。イボが取ったかもしれない。あ、そうそう。はい、でかも。イボちゃん、ごめんね。ごめんね。すぐすぐ。うん、なんかイボっぽい。イボだらけだな。あ、そうそう。食べるかな。食べる。食べる。はい、どうぞ。食べた、うん、時々ちょっと食べさせてあげて、ちょっと嫌な、すごいね、あんたね、た授業してもらってます、あ、そうそう、まだだよ、こっちが行きたいんですよね、ごめんね、やだね、やだね、やだね、これ嫌いだね、うん、嫌いだね、すごいね、右足でもいいんだけどね、
ていかないんです。でもこの間よりは入ってる。本当。耳すり入れてても全部出てきちゃうのでさ、私のやり方ではね、くちくちやるんだけどね、後ろから。ここがね、この耳のさ、はい、こっち側がちょっと隙間がある。ああ、ほんと、うん、今こうやって垂らすとさ、うん、こっちじゃなくて、こっちじゃなくて、そっちがやっとった先生。ああ、ほんでちょっと、はあ、ちょっとカッコちょうだい。はい、いいよ、あったよ、これで。で、もう一個してこの注射器ちょうだい。もう一個、うん、はい。イボちゃんの弾いちゃう。ここから多少は中に入ってる、うん、この間こんな場所もなかったからさ、うん、本当に表面しかやれなかったんですけど、ね、この間だから、あ、本当だ、色が全然ね、この前汚いのが取れるんですよ。取れてきてる。カサカサしてますよね。洗浄がしなくてもできないからさ。表面で取ったけど、よかったね、まるちゃん。今日は中に入るの。汚いのが取れる。よかったね。これが良いのだよね。治らないのね。この前あれたもんね、本当に。白身のだけで。ほんと表面しかやらない。先生ではでは、私はもっとできるんだ。ただ、ちょっと入れてるだけ。まずは表面を多少でもね、炎症を沈めると多少ちっちゃくなるんですよ、イボも。ちっちゃくならないイボもありますよ。でも幸いちょっとだけちっちゃくなったからさ。耳なんかできんでもいいのにね。しかし耳の悪いかも。ね、国家はね、ほんと多いですよ、この子が。全部じゃないの、全部いかせてて。すごいね、ドロドロで。ドロドロ。ボールだよ。ボールもらって。偉いね、赤ちゃん。こんなことしてもボールが食べれるよ。いやらしいね、こういう時間になってる。いいこと、いいこと。これで頑張ってくれるね。ありがたい。ね。忘れられるよね。リセットしないと嫌だよね。美味しかった。美味しかった。まだ食べられる。大丈夫です。はい、皆さん、いただいて。はいね。どうもでした。もう飲み込んどるんじゃない？歯の方は当たらないとね。一生懸命ここに入った。じゃあこっち向いてやった。さあ、相当やったからな。でも完璧にはこっちみたいな感じではできないからさ、まあ、でもこの間はだいぶやれてますよね。ほら、もうちょいね。もうちょっとだよ、もうちょっと待ってて。もうちょっとだよ、もう終わるわ。もう少し。よし、おー、なんかすごい。ちょっとね、今ちゃん、でもね、あのドッグフードはカラスのドッグフードと一緒にカラス食べさせてるんですよ。カラスに焼き餅焼いてね。この子本当に全然平気だよ、カラスそばそ行っても。普通嫌がるよね。もう同居人、ちょっと匂い嗅いでください。同居人みたい、薬の匂いだ。全然もう、まあ、ただね、これずっとは続かないんでね、あの匂う前にまたやりたいんだよね。本当言うとね、なかなかこれやってもらうとね、犬も気持ちがいいだろうね。この中に入れますね。すごい入ってくる。本当。皆さん、イゾーティークちょっともう一本出して。こんなにポッシュポッシュして。すごいね。よかったね、薬は。ね、やっぱ薬に入らないとね。この間表面しか切れなかった。
これ結構さ、あのステロイドと抗生剤が入ってるんだけど、ステロイドが5段階評価の2番目に強いですよ。強いの？それぐらい使わんとね、なんともしようがないですよ。このスプレーもそう、2番目に強いですよ、ストロングってやつですね。よし、で反対側もちょっと洗うからね、はい、よかったね、今ちゃん中になったらまだもう片方あったね。あれ片方あったね、もう片方の耳が。はい、ちょっと食べた？あ、落ちちゃった？食べた？ちょっと、はい、出ちゃった。はい、どうぞ。何分？ちょっと長い。